県が進める経済政策、関西戦略の核とされる関西初のアンテナショップ、スーパーローカルショップポサトサが今日待望のオープンを迎えました。大阪市の中心地梅田で注目を集める新しい商業施設に出店したこともあって、初日は大勢の来店客が訪れました。四国は高知よりやってまいりました、アンテナショップポサトサでございます。はい、よろしくどうぞ。スーパーローカルショップとさとさが出店したのは、今日グランドオープンを迎えた日本郵政グループの JP タワー大阪にある商業施設キッテ大阪です。キッテ大阪はまだ知らない、まだ体験したことのない日本の良さを発見再認識できる場所を目指していて、全国の食や特産品を楽しめる7つのフロアが設けられます。とさとさは関西初のアンテナショップ、コンセプトは極上の田舎です。内装には県産材の杉やヒノキをふんだんに用いたほか、土佐内刃物や安芸市内原野の伝統工芸品を展示したり、自慢の農産物を土佐和紙で表現した照明オブジェを飾ったりしてぬくもりを演出しました。年間50万人の来店者を迎え、カツオやユズの加工品など900の特産品を軸に年間1億8000万円の売り上げを目標にしています。オープン初日から大勢の人が訪れ、高知自慢の商品を次々と手に取っていました。絶対今日来ないとと思って来て、でお友達にもちょっとあげるお菓子も買って、はいはい、ちょっといろいろ、またこれからちょくちょく大阪にあるので、岸和田なんですね、家がで一本で来れるので、もう大阪にできてすごく嬉しいです。美味しそうなものがいっぱいあるので、はい、また来たいと思います。私母が高知出身で、子供の頃からずっと高知に毎年帰省してたので、やっぱりその昔から慣れ親しんだ味がやっぱり手軽に味わえるかなと思って、それで来ました。高知がもっとそう皆さんのこうなんですかね、目に触れて情報として入って、高知のいいところとかをいっぱい知っていただいて、最終的には高知にこう、ね、観光として行っていただくのが、なんか高知県ね、なんていうか活性化するというか、はい、あまりの盛況ぶりに一時入場を制限する場面も。とさとさと申します、こんにちは。県は物販以外にも催事スペースを活用してさまざまな情報発信に取り組み、観光振興や外商の拡大につなげる考えです。コロナも5類以降になって新しい体制の中でですね、こうしてこう大阪関西に本格的に打って出る拠点がここにできて、またこのスタートダッシュでたくさんの方においでいただいていると、本当に嬉しい気持ちでいっぱいでして、この動きをしっかり上昇気流に乗せていきたいというふうに思っています。大阪関西はですね、高知ゆかりの方も多いですし、また高知大阪、高知と大阪非常に近いですから、県民の皆さん総出でですね、オール高知でこのアンテナショップも盛り上げていただいて、大阪関西にみんなで打って出ると、そんな体制を組めればというふうに思っています。